円環のええところ。はいはい、おはよう、こんにちは、こんばんは。MC のひとみです。はい、 MC のさとしです。始まりましたね、第3回目ですよ。早く盛り返し地点ですけど。はい、盛り返し地点です ね、 ですね。3回しかやってないのに。はい、これ全部で6回の予定で始めたので、はい、なんかさ、やっと慣れてきた感じあるじゃない。うん、あの1回目はほら散々パラ緊張してたじゃん。そう、と緊張でした。あのひとみちゃんは割と顔真っ赤になりながら誰も見てないのに顔真っ赤になりながらやってて、うん、2回目はちょっとその1回目のやつ自分たちも聞いて、うん、あ、こうちょっともっとこうだねこうだねとかって言った結果、落ち着きすぎてみたり、うん、してちょっとやっと今日なんかさ、このマイクが、はい、マイクテストとかさ、うん、そういうのに慣れていったのに、うん、あとその3回で終わりですよ。寂しいですね。寂しいけど続けますか。私が力あればね。あ、なんかね、どういうこと？あのトークスキル、ね、トークスキルがあれば。いや、それは私もですよ。いや、さとしさんも。いや。めんどくせえやつ。でもさ、2人だけじゃなくて、うん、いろんな人をね、呼んだりとかしたら、そうそう、またちょっとまた全然方向性の違うものができるのかな。ね、それは期待ですね。ね、ちょっとしてみたいよね。今後。うん。さあね、そんな感じで、じゃあ今週もそろそろ行きましょうか、はい、メニュー紹介に。はい。本日は演劇鑑賞協会ってなーにのコーナーと、はい、あの日の例会のコーナー、そしてザ・ネクストシアターのコーナー。はい、後半戦は特別企画全サークル会議のお話、最後に芝居のええ思い出のコーナーとなっております。それでは今日も隅か隅まで円環のええところ、最後までよろしく。改めまして、おはよう、こんにちは、こんばんは。 MC を務めるサークル青い花代表ひとみと、はい、同じく青い花のさとしです。さとしさん。何ですか？演劇鑑賞協会ってどんな集まりかって説明できます？唐突なそのキャラは本当に何なのか分かりませんけれども、簡単でいいならお答えしましょう。お芝居を見ましょうという回ですね。まあそうなんですけど、もう少しこう掘り下げたいな。なるほど。そんな感じで今週キャラの違うひとみちゃんは何を言おうとしてるんでしょう、今週は。まあ今週のこのコーナーいきますよ。はい。演劇鑑賞協会ってなーにのコーナー。イエ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 イ。このコーナーでは聞いてくださっている会員じゃない人向けに、演劇ってなーにっていうのをキーワードを一つ噛み砕いて説明をしようというコーナーです。では今週のキーワードは会員制。元気ですね。会員制、はい、会員制って何？会員制です、演技鑑賞協会は。なるほど。なのでこれだけを見たいってことはできません。できません。 なるほどね。あ、そうですね、こうチケット制じゃないからね。はい、チケット制な、うん、制じゃないので、はい、死神のチケット欲しいですって言われても困るんです。困ります。苦言を呈してみようかと。なのではいはい、なので、うん、まあ会員制なので、うんうん、まあ、いろんなお芝居を見るわけですよ。そうだね。その中で、まあ、突然っていうか自分でも見たくないなとかもあるかもしれないです。 あんまりねこう、まあ、ラインナップがだから6本全部こう見たようなラインナップってわけでもないから、うん、こう、あ、この回は面白そうだけどこの回自分あんまり合わないんじゃないかなっていう時もまああるよね。まあまあね、あるんだけど、それ見て、うん、結構面白かったりとか、ね、見てみたらっていうのはまあ割と多いですね。はい、まあ、それが結構こう会員制の魅力でもあり、うん、ありただ会員制ってことはそうですよね、こう1ヶ月にじゃあこの回だけっていうわけにもいかないから、いけないんですよ。だからサークル制を取ってるっていうことなんでしょうか。はい、そう会員制からまあサークル制に、そうなん、そういうことなんですけど。大丈夫だよ、サークルの話は先週したから大丈夫。大丈夫、みんな聞いてるはずだから大丈夫大丈夫。いけるいける、うん、なので、うん、会員制なので、うん、あの最初はみんなえって思うかもしれないんですけど、うん、結構あのいろんなの見ていけば、うん、あの もちろん楽しくなかったなっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、その後のおしべり会とかで、うん、こうみんなで話し合えば、うん、あ、こういう答えの人もいるんだみたいな、こういう感想もいるんだって、わかるわかる。
自分が超面白かった時に逆にそうでもなかった人もいるじゃん。うん、で、なんていうの、あのさ、場合にその時々によるんだけど、うん、なんでこんなに面白かったのにこの人面白くなかったと思ってるんだろうっていう、なんていうの、若干憤る時と、うん、それがちょっと1週間ぐらい経ってからすると、あ、そういう意見もあるんですねみたいな、こうあの穏やかな気持ちで聞けたり、多分逆もしかりで、そうそう、自分たちがそんなにって思ってなくてもこう他の人の感想を聞いたら、なんかその、うん、お芝居ってはぁって思うのは、その感想がさ、うん、その人個人の話だったりするじゃん。こうなんていうの、例えば、うん、月光の夏だったら、うん、実は私の父が特攻隊でとかみたいなさ、そういう個人の話とリンクしてきたりするとまた感じ方が違うんだなっていうのは、うん、すごく面白いですよね。そうなんですよね、うん、そういうのが結構楽しいなって、一、はい、人で見るんじゃなくて、うんうん、こうみんなで見るっていうことが、うんうん、とてもいいことだと思うんですよ、うん、前もその演技鑑賞協会で、うん、こういうキャッチコピーでやってたんですけど、一人で見れば趣味だけど、うん、みんなで見れば文化になるっていうキャッチコピーでやってた時もあって、見えないドヤ顔されても映らないドヤ顔されても困るんですけど、でもまあそうだよね、自分割とね一人で見るのも好きなの、うん、俺の感想は俺のものみたいな、こう帰って、あ、こうだったなこうだったなって思うのも好きなんだけども、うん、入ってみて、うん、あ、そっかってこう人によってっていうのはまさにで、逆に今度さ、はい、個人個人なんていうの、友達と一緒にとかも行くんだけど、うん、友達と一緒に行った時に友達と温度差あるとちょっと寂しい。あー、それはあるかもしれないですね。まだこの話あと3時間できるのにみたいな、みたいなのがで、こうサークル内ではそうだったけど、うん、後でそのお茶メール会とかみたいなところに行ってみたら、うん、いた他に好きな人みたいな時もあったりですね、うん、そういう意味でもこう会員制っていうのはこう他の人全然知らない人とも話せるっていうのも、そう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 、すごくすごいメリットがあるんだ、そう、人の輪が広がっていくっていうか、はい、そうですね、そんな感じですか、もう会員制の話はこのぐらいで大丈夫でしょうか、うん、まあ時間もあれなので、時間もあれなので、そうですね、まあ、まあ次回もまあ演歌の何を紹介していきたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。あの日の霊界。さて、このコーナーではですね、以前の霊界の感想を発表していこうと思います。はい、前回は月光夏の感想を紹介しましたね。はい、今日もですね、あの8月に上映されました月光の夏の感想を紹介していきたいと思います。はい、はい、それではですね、ミルクさんという方ですね。とてもシンプルな舞台なのに想像力をかきたてられた。月光の曲と声と照明と何度も鳥肌が立った。出演者の立ち姿が美しい。ちょっとの動きで前進したり斜めになったり、ピアノ側を向いたり、物語が展開していく。ぴったり呼吸も合っていて綺麗でした。台本を持っているけど見てはいない素晴らしい朗読劇。他の作品も見たい。ロビー交流会でのこと、元特攻隊の方が会員の中にいたのにびっくり。現実にこんな悲惨なことがあったのだ、絶対忘れてはいけない、語り継いでいかなくてはと改めて思ったという感想でした。はい、うん、ロビー交流会自分はちょっとしか出れなかったんだけど、私ロビー交流会の時あれでした、トイレにいましたこうなんかね、自分もこうちょっとしてから入ってったから、うん、後ろの方で聞いてたんだけど、それこそだからその戦時中にこのぐらいの年代でねみたいな方が話をしてたりとか、うん、そのなんて言うんでしょうね、うん、その世代の人たちが、だから自分たちのおじいちゃんとかおばあちゃんがそうじゃなければ、もうそれ以外あんまりこう交流自体がないんじゃない、ないですよね、仕事でとかっていうわけでもないし、まあ、そこら辺はやっぱりこの幅、年齢幅の広さあってこそなのかなって思うよね。逆に知らないだろうなって、こう年代的にこの自分たちの時のことを知らないだろうなって思ってた人が知ってたりとかね、うん、あれは通じてる鑑賞協会の事務局長さんが、はい、とこの前話したら、俺もポケモンやってたよ、あ、言ってたね、そう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 、言ってたね、みたいな、言ってたあ、え、マジですかみたいな、うん、俺全部やってるとか言ってた、言ってた、ドラクエもやってるとか、あ、そう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 、あ、なんかこう意外とさ、話さないとでもそれが交わるかどうかって分かんないかったりするじゃない、うん、こうそういう意味ではこうやっぱり
良かったなって入ってみて、ああそういう話もできるんだな。ですよね、うん。うちのおじいちゃん多分ゲームやったことないと思ってるんで。ああ、うん、うちのおじいちゃんはスーファミでなんかマリオやってましたよ。あマジか。あこれゲームの話になってる。そうピアノもさ、こう、うん、年代によってだったりとかでこう弾いたことある人もいるし、弾いたことないの人もいるじゃん。だから今回そのピアノ自体も出てきて、こう曲目自体なんかさ、クラシックってこう曲目がこうでこうでみたいなのが一応あるらしいのね。へ、自分もあんまよく知らないんだけど、うん、とかそういうのもきっとこう聞いてきた年代によってこう弾き方にも流行りがあったりするらしくて、こういろんな年代の人のね話を聞けたらいいなと思ったりしましたね。そんな感じで、うんうん、平均年齢いっちゃっていいんですかね、会員いいんじゃない、うん、60半ばなんですよね。あ、はいはいはい、まあ青森の地域性を考えると知らない気もするけど、まあでも全国的にそうなんですけど、うん、だからなんだろう、若い人たちをね、うん、増やしていきたいなーって。そっちの締めでいくそういう感じでですね、感想、一つの感想からこんな風に話も広がります。さて次回はどんな感想が聞けるんでしょうね。まあそれは次回のお楽しみということで、はい、あの日の霊界のコーナーでした。ザ・ネクストシアター。さて次回の霊界の話をいろんな視点からしちゃおうというこのコーナーですけれども、はい、今日は死神の話、前回2回、うん、1回目と2回目としたんですけれども、はい、ちょ別の視点から、お別の視点、死神というお話をちょっと、はい、別の視点かな、ちょっと死神というお話をできたらいいなと思いまして、はい、今週ちょっとこんな感じの、まあフリートークなんですけど言ったらもしも死神が目の前に現れたらっていうテーマでちょっとお話ができたらなと思いますけれども、はい、うんうん、どうしますか、死神が現れたら、目の前にいたら、うん、でも死神が来るっていうことは、うん、殺されるかそうだね、命奪われるか何かに利用されるかだと思うんで、うん、そうだね、あとは早く連れてけみたいなあもし命を奪うのであれば早めにしてよ、いいよいいよみたいなもういいよいいよいいよ、ゴーなのまあね、抵抗できないもんね、神相手にね。そう、神相手そんなさ、うん、あれじゃん。でもお願い事され、でも今回もほらお願い事される話じゃない。うん、そうそう。でもお願い事聞く、でもその死神がなんかすごい頼んできたら分かったって言うかもしれない優しいね嘘を言う、うんって自分ちょっと怖くて、あ3日ぐらい考えていいですかって多分自分言っちゃうと思う。あ内容にもよらない、だってあどういう内容だってさ、なんていうの、あいつ本当は1ヶ月前に死ぬ予定が死なないからちょっとひとみちゃん殺しといてって言われたら、うんって言わないでしょ。殺せない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 って言うでしょ、うんうん、じゃない、うん、いや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 、そんな罪かぶりたくないわとかさ、おできればね、うん、名前と顔は隠してほしいよ。そうそうそう、どっちにしてもしたくないけどまあな、まあな。死神、なんか死神出てきたさ作品とかでさ、うん、思い出深いものがあるっていう超無茶ぶりな質問じゃない、デスノートとか。お死神ってますね、デスノートまあね、そうだよね、世代だよね。そう、ちょうど世代。そうだよね、自分が高1、高2ぐらいだと思う。あれ、そんなもんじゃないかな。うち高1の時だったな。じゃあ高3ぐらいかな、うん。めっちゃ読んだね。あ、漫画を。うん、漫画読んだ。へ、なんかね、自分好きだと思った漫画3回、4回ぐらい読んだりするんだけど、うんうん、エルが死ぬまでの間のまでが好きなのね、うん。ニアとメロが出てくる、ま、前が好き。あそのキラーが死んだ後にもなんか話続くんですもんね。あのそう、エルが、だから、八神ライトが、あれ超今これ死神の話じゃなくてデスノートの話じゃダメだダメだまあそこまでが好きなんだけど、こうほら、あの死神たちもさ、うん、死神本人がどうこうっていう話じゃなかったじゃん、こうあの、うん、そのノートがあるのをどう使うかは君たち次第だよ、みたいな。あそういう感じでしたね。使う、でも別に、うん、あの殺した相手いないからいいかな、まあね、みたいな。まあね、違うノートが欲しい。ジャポニカとか。何どんなの。なんかこう自分の欲しいもの買えますみたいな。あ、それ超いいね。あ、自分もそのノート欲しい。自分もそのノートがいい。なんかこう欲しいものを書いていけば出てくるみたいな。MacBook とかでしょ。
欲しいそれ。そういうのとがいい。条件ないのかな。思いついてたもんね。わかんないもんね。でも多分勝手な想像だけど。でもそのノートを死神がくれるとしたら、絶対対価としてなんかお前の命の中でとかくれみたいな話で。そう絶対そうだと思う。絶対欲しいくらい。何ヶ月ぐらいだったらいいかな。うちは1ヶ月だと思う、うん、1ヶ月分の値段ぐらいのものならみたいなことは、値段いくらぐらいな、なんかさ、でもさ、それさ1ヶ月分でって言ってさ、うん、例えばさ、ひとみちゃんと自分が同じのと思っててさ、うん、ひとみちゃんは10名なのに自分7万円とかだったらさ、あ、そっか、1ヶ月の値段違うんだみたいなだったらちょっと悲しくない？悲しくない、これも悲しいね、なんか。あ、ごめんなさい、さとしさん、ちょっとあの MacBook はちょっと2ヶ月分もらわないと買えないんですよね、みたいなひとみさん大丈夫ですみたいなのだったらさ、あ、そっか、ひとみちゃんの1ヶ月分は自分にとって2ヶ月分払わないと対価としては足りないんだみたいななりません？それも悲しい、悲しいよね。命の価値ってなんだろうねって思うよね。なんだ、ちょっとね、こう自分のろうそくの長さがあとどのくらいなのか、そう気になるような、気になりますね。そんなろうそくが出てくる落語の死神がミュージカルコメディになりました。ミュージカルコメディ死神、青森市の演劇鑑賞協会では10月の18日の火曜日となっておりますね。はいはい、はい、だいぶ近づいてきましたけども、あと3日、あと3日か、18日なんで今日は15ですよね。今日は15日ですね、便宜上、はい、なのでちょっと楽しみですけれども、うんうん、そんな感じでですね、次回のこのコーナーだから、この放送が終わったあとはもうだってネクストシアターっつったら歓喜の歌なんだもんね、うん、歓喜の歌の話をバン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 していく感じですね。しまくるつもりですねということで今週のザ・ネクストシアターのコーナーでした。さてさて、そしてですね、続けてですね、お知らせが3つほどあります、はい、3つ、はい、まずはですね、前回も紹介をしました2代目高橋竹山演奏会、こちらが11月の12日ねぶたの家ワラッセホールにて15時開場15時半開演、料金が前売り3,000円、当日3500円となっております、うんうん、はい、続いてですね、三階塾市原明人舞踏ワークショップ in 青森、こちらが11月の13日の日曜日、1回目がですね、子供クラス、こちらが13時15分から14時、こちらが子供クラス、3歳から小学生までのクラスで、2回目が中学生から一般クラス、こちらがですね14時半から16時半、こちら高校生以下が無料で一般が1,000円となっております。会場がリンクステーションホール青森のリハーサル室となっております、はい、こちら2つともですね、お申し込み問い合わせにつきましては青森演劇鑑賞協会0177-722-7944 0177-722-7944 となっております。そしてもう一つ、すいません、あの私事で恐縮ですけれども、はい、劇団四季第67回定期公演病は気から、こちらがですね11月の11日金曜日、18時30分から12日土曜日13時30分から18時30分からの全3回公演となっております。こちら青が5階 AV 多機能ホールにて前売り券大人1,500円、小中高生500円、全席自由、日時指定券、こちらのお問い合わせが劇団四季0177-744-2136 0177-744-2136となっております。以上3つお知らせでした。特別企画全サークル会議、イエーイ。さて、9月の27、28日、29日に開催されました全サークル会議についての話をしたいと思います。はい、ちょっとあのこの全サークル会議の話は、はいはい、僕ちょっと出れなかったこともありまして、はい、全然わからないので、はい、ちょっとひとみちゃんに全てお任せしたいと思います。全てを、はい。で、全サークル会議なんですけど、はい、毎年1回やってるんですよね、はい、1年に1回、はい、で、その時に、うん、まあ、この会を、うん、みんなでどう盛り上がっていくかとか、うんうん、みんな話し合って発展させていきましょうみたいな話をこうしていくんですよ、うん、全サークル会議ってぐらいだから全サークルが参加対象、ね、参加対象で、うん、で、あの20その私たちやった時、うん、出た時は、うん、まあ、お昼の会と夜の会とあって、うんうん、まあ、お昼の会の方が結構人数も多くて、まあ、夜の会はまあもうまあ10
人ぐらいはいたんですけど、まあ、全員なかなかね皆さんも忙しいから全員参加ってなかなかできないんですけども、まあその中でまあいろんな話もしたんですよ。でまあその話し合い一の中で、まあ前半の例会で全例会クリアは達成できたでしょうかって、まあ誰何ってなると思うんですけど、ね、まず聞こう、前例会クリアって何っていうのは、あの前その毎回その例会抜きに前回よりも会員を増えましたかって増やすことできましたかみたいな感じで、なるべく前回の例会よりも多い人数で次の例会を迎えましょうねっていうのが前例会クリアで、ね、そう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 。で去年は毎回増えてたけども今年はちょっとあ雲行きの怪しい話、怪しい怪しいなって、まあでも別に面白くないとか、からやめていくとかじゃでもなくて、さっきもちょっと話したけど、あ話せないか分かんない、話してくれないと分かんなかったいいよ言ってごらん、あの平均年齢が、まあ、60代半ばとかなので、だいたい辞める理由が介護とか、まあ病気とか、あ自分がね、そうそう、まあ時折、まあ、お亡くなりになったりとか、そういうのやめて行く人が多いわけですよ。なので、まあどうにかこう若い層、私たちみたいな若い層っていうのが、まあ会員の中で、まあ、700人いるんですけど、700人いるんですけど、その中の大体40人が20代か40代なんですよ。40人ってことだって 10% 以下だそうそう、その後の660人はそれ以上の年代、年代ってことか。っていう、まあどこのね、地域もそうだと思うんですけど、まあどうにか増やしていきたいねなっていうお話をしたりする会議して、ました。っていう、まあちょっと怖な話なんですけどまあまあまあね、だって要はだってその会員数が少ないと、あのこの劇団は呼べるけどこの劇団は呼べないみたいなことになったりもするからっていうのもあるんだよね。まあそう、まあできれば、まあ、多い人数で会員、あの劇団を迎えたいねっていうのもあるし、それなんか結構演劇って、なんだろう、マニアックなイメージもちょっとあるじゃないですか。まあそれもあるし、多分今趣味的な話でいくと、ほらそもそも例えばさ、テレビ見てもだし、まあアニメ見てもいいけど、この時間のこの時間にここに来てくださいねっていうのがまずそもそも多分ハードル高いんじゃないの。でほら、テレビみたいに録画したから後で見ようっていうものでもないじゃん。ないっすね。っていう意味ではやっぱりちょっとこう腰の重いものではきっと、興味がない人にとっては腰の重いものではもあったりはするのかもしれないね。でその演歌の鎌田さんが、事務局の鎌田さんが言ってたんだけど、このあの 9.11 あったじゃないですか、テロ。テロ、はいはい。でその時のニューヨークの市長がこの野球と演劇の街をみたいなことを言ったなって、やっぱりあっちってブロードウェイとかでもう発展っていうか、みんながもう好きなものになってるじゃないですか。でもなんでここは日本はそうではないんだろうなっていう話もしたんだよね。あなんか自分もね、まあ、見に行ったことは直接ないんだけど、あのそれこそブロードウェイとかだと、この要は投資の対象だったりするんだってね。あのお金を増やす、だから日本株とかさ、あれみたいにお金を増やすために投資をする対象だったりして、でほらロングランとかに、なんかなんだっけ、もともと日本みたいに、だからここからここまでの期間やりますよじゃなくて、この日から始まりますよで、つまんなければ1週間で終わるし、うんうん、客入りがすごく良ければもう何年とかっていう単位でやるっていうから、だからその収入自体がそのかけた分より戻ってくる可能性の方が高いから、投資の対象だったりもするんだって。そうなんだ。っていう意味でだから経済の中にもう入ってるんじゃない、っていう違いも多分あるんじゃないかな。じゃあ演劇も投資の対象になるように、日本なるように日本経済を良くしていくところから始めなければいけない気もするけれども、その、前例会クリアの話とか、他にはどんな話をしたりするんですか。他には、まあ今の円環の財政についてとか、結構会費を遅れて
払う方も多いそうなので、ちゃんと払ってね、はい、みたいな。すみません、はい、払ってねって結構劇団にこう、うん、あの分割で払ってるそうなので、あ、そうかそうか、上演料みたいなやつ、そう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 、だからそれもちゃんと払うようにすることで、少しでも演館の、あの体制もちょっと動きやすいようにとか、ね、良くなるからねとか、うん、あとあの2018年の霊館の企画、はいはいはい、企画で、うん、再来年ってことね、そうですね、うんうん、それが10本に、うん、縛られた、縛られた、絞られた、そうそう、うん、惜しかったね、母音が違っただけだっていう話もして、うんうん、でこのその霊館の企画作品資料集は、うんうん、その10月18日の、うん、死神の時にもこれ皆さんに渡すんだって、このラインナップが載ってるこの10作品に絞られましたよの10作品が載ってるこのこれも配られるし、配られて、うん、この10分の中でどれがいいかってアンケートも取ってもらいますみたいな、なるほどね、そうそうそう、自分昨日その打ち合わせをひとみちゃんとした時にこれ見せてもらったじゃん、うん、自分え、これさ東京って何個できるの、あそこまでちょっと分かんないんだけど、どれがいいですか、自分ね今ねもう3つ4つかな、うん、に絞ってる、おこれとこれっていうのある、私はこの幸せの甘傘かなって、なるほどね、でもこれでも面白そうだよね、うんうん、ここの10本、去年もこれ自分この話した気がするな、あのだから2015年の段階で、うん、2017年の例会の あそうすっげー見たいのがあったのその時、何見たかったんですか、ね、驚くほど怖い、違うな、あの人白石佳代子、おお、あでも確か入ってましたね、そうそうそう、二人芝居、あれがすごい見たかったんだけど、でもあれはそもそも確か10作品にもあのなんかそのスケジュール的な話で確か10作品にも入れなかったんだよみたいなところにあって、うん、ああ見たかったみたいな、けどそれが自分の意見が反映されると思うとちょっとまたね、うん、こう見に行くきっかけ、また一つのきっかけにもなるかもしれないですしね、はい、なので、うん、あの18日のこの18日にこの霊界企画作品資料集とアンケートが一緒にもらわれると思うので、ちゃんとこうアンケートを書いて、はい、ちゃんと自分の意見をこう反映させてほしいぞと、はい、これがいいぞと、いいぞと伝えましょうということ、伝えましょうということで、なるほど、年に1回なんですね、年に1回やってますので、ぜひ次、来年、そうですね、来年、ちょっと今年はちょっとあのそもそも多分ここら辺近辺になかったのであれだったんですけども、うん、そんな感じで、はい、今回は全サークル会議のお話をさせていただきました、はい、はい、次回の企画はどうなるんでしょうね、楽しみにしててくださいね、楽しみに、芝居のええ思い出。さてこのコーナーではですね、リスナーの皆さんから届いた皆さんのお芝居の思い出を紹介しようというコーナーなんですが、うん、はい、前回あのメールアドレスできたよって言ってお知らせしたので、うんうん、なんか来てるかなと思って、はい、僕毎日ね寝る前に、うん、あのアドレス見てたんですよ、はい、あのメール来てないかな、来てないかな、うん、来てないかなって、来てないかな、来てないなってこう昨日の夜の段階であ来てないなってなったので、うんうん、ただこのコーナー多分僕結構好きなのでこのコーナー続けたいと思ったので、うん、ちょっとキンキンの人からおあの今回いただいたので、それをちょっとこうひとみちゃんに読んでもらおうかなと思いますので、はい、ひとみちゃんじゃあよろしくお願いします、はい、じゃ あの読みますね、はい、はい、僕が初めて見たお芝居は壁抜け男というミュージカルでした。お芝居に少し興味を持ち始めた15歳の時、テストの点数が良かったらという条件で確かチケットを買ってもらった気がします。今思えば少し大人なミュージカルで、その時は話の内容は漠然としか入ってきてなかったですが、愉快な音楽とダンスに終わるまでの約3時間弱ふわふわとした気持ちで見た覚えがあります。それからは見れる機会があればミュージカルや普通の芝居、いろんなものを見ました。それから上京して仕事をして約10年くらい経ってから、東京の四季の劇場で
壁抜け男の上演が決まり、すごく懐かしい気持ちになっただったとな気持ちになりました。で、初めて見た時に同じ C 席を取ったのですが、会場の広さも相余ってあの声より近く感じました。当時はよくわからなかったセリフやシーンも大人になっている見るとそういうことかと思うシーンがたくさんありました。懐かしさにかまけて上演時間中 C 席で3回くらい見に行きました。もちろん3回とも面白かったですが、なんていうか短い時間期間に何度も行けてしまう自分に、ああ中学生の頃とはいろいろ変わってしまったなと何とも言えない感傷に浸ってしまいました。と、あの、はい、青森市内のさとしさんから、はい、さとしさんからすいません、さとしさん、すごいあの、カミカミで読んでしまいましたから、いえいえいえ、あ、いえいえじゃないですねいえいえじゃないですね、さとしさんにはね、ちょっとあの僕の方からちょっと伝えておきますので、うん、あ、名前もね、なんかたまたま ね同じような名前で、ね、まあ、僕もあの初めて見たのが壁抜けた子だったので、すっごい偶然だなと思って、そうなんです、ちょっと感想を聞いておったんですけれども、うん、ね、知ってますか壁抜け男？あ、全然知らないです、ね、知らない。あのね、こうある日こう郵便局に勤めてるすごい真面目な男の人が、うん、こうちょっとこう日々のことにこうね、日々こんな毎日なんだよなぐらいに思ってたら、突然ちょっとこう壁を抜けれる力を手に入れてしまった。それの力を手に入れてみたいな、そういうお話なんですけども、はい、すごくこう、ね、確かにフランスかどっかのミュージカルなんだけど、こう軽快で大人な感じで、うん、すごい面白かったらしいです。へー、そうなんだ。さとしさんが言うには、言うにはこんな感じでですね、はい、このラジオでは皆さんの絵を見てを募集しておりますので、はい、はい、で、受付のためのメールアドレス、こちらがですね、aomori.a.tokoro@gmail.com、 すべて小文字で aomori.a.tokoro@gmail.com、 こちらのアドレスとなっております。皆さんの絵思い出お待ちしております。はい、あー、もうこん何それ何の感情だったの今もう終わるなと思って。あ、なるほどね、あ、なるほど、もう終わっちゃうなって思って。なんかこう最近こう自分の出る方のお芝居の練習には出てるんですけども、はい、見に行ったりとか、こうなんですかね、自分が何かをっていう方であんまり触れてなくてちょっと寂しいなと思ってるんですけども、ひとみちゃんなんかあります？最近、え、最近、うん、ちょっと職場で、うん、あのちょっと寸劇の、お、台本書いてみたんですけど。ああ、何それは頼まれたの？頼まれて、ああ、ちょうどその今日、あの15日じゃないですか。ああ、私15日にちょっと仙台で発表しに行くんですけど。ああ、その仕事の中身の、仕事のあのこういうあの発表があるんですよ、ちょっとお仕事の。ああ、うんうんうん、その中でこうパワーポイントで説明していく中で、ああ、一つ一つこうちょっと劇やりたいみたいな。ほう、はいはいはい。で、台本を初めて書いたんですね、お、寸劇の台本。はいはい。で、できて渡すじゃないですか、うん、結構自分で書けたなと思って渡したら、ちょっと本格的すぎてドラマティックすぎるって言われて、想像してたのと全然違うって言われて、もうダメ、使えなくなってしまったんですけど、ね、ちなみに、何分ぐらいって頼まれたの？最初、あ、1分ぐらいずつ1分ぐらいずつ3つ書いたんですよ、うん、で、一応分かりやすくこう主人公の気持ちの変化とかも書いていって、結構こう分かりやすく書いたつもりでいたんだけど、いや全然こういうのじゃないってドラマティックすぎて。そうそうそう。だってってことは、え、だって全部で 3本分ってことでしょ、はい、1分を3本分のその3分の中でドラマティックさを出せるって割とすげえと思うでも長い、でも他の人に言われたけどこれ15分ぐらいなんじゃないのって15分になるのすごい筆走ってるじゃないですか、ひとみ先生。15分はいかないだろうと思ってたんだけど、普通に1分でいけるべ、ちょっと長いかもしれないけど、1、2分に3分とかちょっと長くなっちゃうかもって、うん、って思ったけどダメだって言われて、もったいない ね悲しいんだけど、ちょっとやりなよやるのこれ、普通にお芝居として普通にお芝居としてやったら、ひとみちゃんの仕事大体何かが分かっちゃう。あ、
そう。そう、初めて。ちょっと、はい、しかも初女作だったのに。そうそう、初女作だったんですけど。お蔵入りしちゃったの。お蔵入りですね、あれは。悲しいっすな、うん、なるほど。ちょっとじゃあ今度見せてくださいね。はい、じゃあ今度、はい。ちょっと評価していただけるなんでそんな自分上からなの先生にちょっと。いや違う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 、あれあのなんか違う違う、サトシ先生じゃないからね。あの人は、ね、あの人はごめんなさい、テッカーさんでした、ごめんなさい。完璧内輪の話になっちゃった。そんな感じで今週もそろそろお別れの時間となりましたけれども、はい、次回のですね、はい、配信日時が10月の29日の土曜日となっておりますね。はい、さあ10月の29日にはですね、もう死神も終わってるはずなので、うんですね、なのでこうそういう話もちょっとできたら、感想とか ね読めたらいいですけども、あと歓喜の歌のそうだ、ね、お話もいっぱいしていきたいです、うんうんうん、またできたらいいですね。はい、はい、ということで今週はじゃあそろそろこの辺りでお別れとしましょうか。はい、そうですね、はい、それでは来週も円環のええところ探しに行きましょうか。はい、はい、それでは皆さんバイバーイ、バイバーイ。